六本木、六本木は、東京都港区の地名。現行行政地名は、六本木1丁目から六本木7丁目。郵便番号は106-0032、芝局管区。港区北部に位置し、北で南青山、東で赤坂、南東で虎ノ門、南で麻布台、麻布長坂町、麻布十番、南西で元麻布、西で西麻布と接する。 なお、東麻布とはわずかに接していない。旧、麻布区に属し、六本木一丁目、六本木二丁目、六本木四丁目、六本木五丁目の高台地域は、番町、市ヶ谷線河原町、市ヶ谷佐渡、原町、そして赤坂の高台地区と並び特に六本木四丁目のフランシスカンチャペルセンター周辺と六本木五丁目の鳥居坂周辺は1990年代前半。 頃までは独特の佇まいを残していた。現在は繁華街というイメージが強い傾向にある。また、六本木ヒルズや泉ガーデンといったビジネス街や高級マンション、中日大使館も多くあり、多面的な顔を見せている。現在の六本木の町域は大半が武家地だった区域だが、江戸時代の六本木町は門前町で現在の六本木交差点付近の狭い範囲を さしていた。明治以降の六本木町は寺院や大久保家が守る小田原藩主家の下屋敷跡などを含む範囲になった。武家屋敷跡がお屋敷町になった。湧き水や地下水に恵まれ金魚の養殖が盛んであった。六本木近辺には日本軍の軍事施設が置かれ兵隊の町でもあった。龍土町、現六本木七丁目には1936年。 昭和11年の2.26事件にも参加者を出した不評第3連帯があり、隣接する赤坂区日野木町、現赤坂9丁目には不評第1連帯があった。六本木は明治時代昭和初期にかけて麻布区に属し、戦後麻布区から港区になったが、住居表示実施前の六本木五丁目と六本木六丁目、六本木七丁目の一部は、 アザブ六本木町というアザブの干渉を持った町名であった。行政区分でも港区の地区総合支所のほか警察署、消防署、郵便局、税務署の管轄も六本木はアザブ管内となっている。昭和40年頃の六本木の地価は坪40万円で工事町に次いで高かった。1967年7月1日にこの六本木町のほか流土町、 三河大町、今井町、材木町、鳥居坂町、東鳥居、坂町、長坂町、約半分、飯倉片町の一部、北学窪町など、麻布地区北部一帯の住居表示が見され、六本木一丁目から六本木七丁目までの七日、町に整理再編された。地名の由来は、などがある、六本木近辺の軍事施設は、 太平洋戦争中の空襲で消失。終戦に伴い、日本の占領に当たった連合国軍に接収される。そのため、外国人向けの商店や飲食店が少しずつできるようになる。また、1959年には、ネット、日本教育テレビ、現、テレビ朝日が開局し、この頃に、六本木族が登場する。1960年代に入ると、 日本料理のセリナをはじめとして、中華料理のコーヒーエニアロサン、イタリア料理のアントニオなどが芸能人やファッションモデル、来日した海外のスターらが出入りする店として、徐々にいられるようになった。1960年代後半からは、高台以外の住宅街へ押し入るように外国人や、日本人向けの飲食店、若者向けのサパークラブ、ゴーゴークラブなどのオープンが続き、結果として、 住宅街から繁華街へと姿を変え、1975年、昭和50年以降は、赤坂に変わる人気プレイスポットとして有名になっていく。1980年代後半からのバブル経済期には、六本木スクエアビルを中心として、ディスコだけで数十軒が立ち並び、大衆化が進むとともに活況を呈したが、その後、バブル景気の崩壊とともに、1993年、 平成5年以降は多くの店が閉店し、カラオケ店やキャバクラなどに衣替えした。現在、平日は昼夜を問わず、サラリーマンや OL の姿が目立ちオフィス街としてのイメージも強くなったほか、六本木一丁目にはスペイン大使館、スウェーデン大使館などの外国交換や、六本木七丁目の在日米軍施設、ヘリポート、正常期新聞社ほかなどもあり、 外国人の姿も目立つ。週末の鐘、土曜夜になると、バーやクラブ、キャバクラなどが林立する、繁華街の様相を呈する。クラブ目当ての若者や外国人のほか、キャバクラ城や外国人の客引きが街頭に出ている姿が見られる。また、障害事件やカジノ賭博、麻薬密売等の違法行為も存在し、時折検挙等により明るみに出ることがある。 一例として、新宿の歌舞伎町や六本木周辺に店を構える、西アフリカ出身のナイジェリアグループらが大掛かりで、泥水客から暴利を貪る問題が見られる。さらに、新宿歌舞伎町などと同様に暴力団や、非公少年グループの OB 団体、外国人マフィアといった犯罪グループ同士の構想も、かき見られる。これらの影響で、六本木地区は、アメリカ国務省、イギリス大使館、 オーストラリア大使館によって旅行者向けの危険地域として警告されている。江戸時代に麻布美が、久保、現在の六本木六丁目に調布、もう年家、長州藩市藩の長戸府中藩の屋敷が置かれた。長戸府中藩、調布藩とも。現、山口県下関市の一部出身のヌギマレスケも、この地で生まれている。1952年に日課ウイスキー、 東京工場が建てられた。1959年隣接地にネットテレビ、現、テレビ朝日が開局。局舎を築地拡張し、1977年には、前述の日課ウイスキー工場跡地を取得した。2003年4月に、六本木ヒルズがオープンした。この再開発、通称、66再開発は、1980年代にスタートしたプロジェクトであり、 オープンまでに実に、約20年の歳月を要した。陸上自衛隊日の基長駐屯地、赤坂9丁目は2000年、平成12年5月に移転し、跡地には、新たな複合施設、東京ミッドタウンが2007年、平成19年3月30日にグランドオープン、町開きした。正式な住所は、六本木ではなく、赤坂9丁目である。2017年、 平成29年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。